台湾社会人高級サッカーリーグは台湾におけるセミプロの男子サッカーリーグである。台湾の男子サッカーではトップカテゴリーにあたる。統括団体は中華民国サッカー協会。2017年に北市大道、高市大電、台湾体育大、名電大学、台南市、国家諸君、タスク大高原、高価宇つ合いの8チームが参加して発足した。 シーズンは春中制で、各節ごとに同じ会場で2試合が行われる変則ホームアウェー3回戦争あたりで実施される。勝ち点が最も多いチームが優勝となり、翌年の AFC カップグループステージへの出場権を得られる。ただし、当該チームが AFC ライセンスを取得していない場合は次の順位のチームが繰り上がって出場する。 台北市高雄市台南市台中市に来た市台湾、プレミアリーグ開催都市2019年シーズン。いずれも2017シーズンのもの。中華民国サッカー協会の計画では2018年に2部のおつ球が設立され、高級とおつ球との入れ替え制度も導入。2022年にプロリーグの台湾、スーパーサッカーリーグの設立を目指す。 https://mycujo.tv/ch/280 ありがとうございます。